鎖骨骨折は体幹にある鎖骨の骨折である。鎖骨は体幹の前方かつ等側に左右一本ずつある S 字型の細長い骨である。内側では前胸部にある胸骨と関節を作る。外側では肩甲骨の肩甲と関節を作る。本骨折は頻度が高く前骨折の約10から15%を占め若年者に多く見られる。また多くは 健康体に対して内方への透けた違外力から起こり、中外3分の1の部位に生じる。内側は、狭さ乳突筋の働きに伴って髪型へ、外側は、上手重量に伴って、か内い方へ転移する。不全骨折では、上方突の型となる。分娩時骨折においても、高い割合を占め、特に骨盤異分娩に多く発生する。キルシュナーワイヤーによる、 固定骨折側の肩幅が狭小化し、また変形、主張、圧痛等、骨折固有の症状があり、骨が皮下に直接触れるため容易に診断できる。頭痛を伴うため肩関節は可動性を失うが、肘部から指の運動は特に支障をきたさない。小児の不全骨折は見逃さないよう注意が必要である。 肩関節を髪型に引き上げるように制服を行う。臨床上広く応用される八字包帯固定法の、他、ギプス包帯法、セア絆創膏包帯固定法、デソ包帯法等を施す。また比較的太いキルシュナーワイヤーを用いて、骨髄内固定法等の手術療法を行うことも多い。ありがとうございます。